リアル取りすぎるのめっちゃ怖い。これからピザ食べる。あ、すいません。皆さんこんにちは。今回は1週間の食事記録の Vlog をします。やるからには目標と、まあ、ある程度我慢することを決めてやっていこうかなって感じなんですけど、さっき薬指取れたんですよね。ほんまにこれから1週間やっていくこと不可能かもみたいな爪ですね。今回の目標なんですけど、1週間に1キロ痩せる。で、2つ目はお酒を飲まない。で、3つ目は、無理かも。で、3つ目は、Uber Eats をしないです。で、なんで今回この動画を撮るに至ったかっていうと、年始から結構ダイエットのモチベ高くってやっていこうっていう気分なんですけど、それと比例して毎日食べ物のことばっかり考えてるんです。本当にほんまにマジで食べ物のことを一日中結構考えてると言っても過言ではないぐらい、さすがにちょっとダサいかも。けどまあそういうとこも可愛いかもっていう、じゃあいっかってなっちゃう。まあ全然良くないんですけど。なのでこのカメラを通して皆さんに見張っててほしいっていう気持ちと、まあ、これを通してちょっとでもダイエット、こんなに緩くでもダイエットってできんじゃんっていうテンションになってもらえれば嬉しいし、ストレスフリーに一緒にダイエットしてこやっていう動画となっております。というわけで1週間皆さんよろしくお願いします。はい、今が17時45分、今日1食目なんですね。これがなぜかというと、お腹が空いてなかったんですけど、それもなぜかというと、昨日の夜渋谷の居酒屋さん、いつもお世話になってる居酒屋さんに行って、帰りになんかお赤飯をいただいたんですね。イエーイ。明日のお昼食べるからね。イエーイ。ありがとうね。うまっ。でそれを昨日の夜中に食べちゃったので、食べ過ぎた翌日は食べないようにできるだけしているんですけど、本日はちょっと久々にこれにした、クリスプサラダワークスのカスタムサラダにしました。今日はてかさ、このタイプのメガネでレンズ入ってへんことある？ない方がいいか。外します。で、私の結構ヘルシーめにする時のクリスプサラダのカスタムを一旦ご紹介するんですけど、でまずこんな感じです。で、中身はベースがロメインレタスとほうれん草で、トッピングでレーズン、スパイシーブロッコリー、スナップエンドウ、アップルを入れてて、ドレッシングはグリーンオーティスドレッシングとバジルオニオンドレッシングです。で、本日はこれ一食でフィニッシュです。さすがにほんまに偉すぎるし、しかもそれに加えて今からちょっと運動しに行きます。待って、痩せちゃう痩せちゃう、さすがに痩せちゃうかも、やばすぎ。やばい、詰めないのほんまに無理、ほんまに無理。もう死に損なうのはたくさんだ。うまっ。ワノ国最終局面。いや、ワノ国終わっちゃうねんけど。あと20話で終わるわ、ワノ国。ガチやん。おはようございます。というわけで今日は朝から雨が降っているわけなんですけれども、今日は自炊します。まあ、というわけなんで買い出しに行ってきます。さてさて、一旦ね帰ってまえ、あお、まあ、今日作るのはちょっといわゆるミルフィーユ鍋なんですけど、まあ、ミルフィーユさせないかもしれない、一人なので、さすがにめんどくさいかも。なので、で今回の使う食材が、まあ、大根と白菜と豚肉なんですけど、この切れてる大根を普段買うことが多くて、なぜなら毎日はしないから自炊を。白菜とか全然余っちゃうので、しかもこれなんか切ってくれてるから、これ結構買うんですけど、これ98円ね。で、これが48円。で、豚肉は、ま、だいたい233円。まあ、今日のお昼は合わせて400円いかへんぐらいなんですけど、で、お家にこのプチッとの残りがあったので、これを今日は使っていこうと思います。わかってるんです。これを自炊と呼べるものか否かっていうのは微妙なラインだと思うんですけれども、だから普段自炊をあんませえへんよって人も、まあ、これなら、私もできんじゃねっていう気持ちになっていただきたい。今回はそういう思いでお届けしております。自炊と呼ばせてください。よろしくお願いします。
けで食べます。今日の朝昼兼用は豚と大根と白菜の鍋でした。うまっ。うん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 、ああ寝てましたね。作業してたら夜になってたんでリップ塗ります。なんやリップ、てか化粧落とさなあかん。ちょっとだけジムかプールに行きます。まあ、今日はちょっと鮭の鍋で全然もうお腹いっぱいなのでご飯はいいかなってテンションで、これめちゃくちゃ美味しいよね。寝起き目覚ますために飲んで運動して一日終了です。ありがとうございました。リアル取りすぎるのめっちゃ怖い。これからピザ食べる。あ、すいません。すいた、やばい、ほんまにお腹すいて帰ってきた。朝から作業してたんですけど今18時前で、さすがに限界かもって感じで、今日最終日なんですけど、まあ、最終日ってほどの追い込み方は全然全くしてないんであれなんですけど、今日の朝体重測ったんですね。そしたらマイナス 0.8 キロで1キロ乗ってなかったんですよ。あ、まあ、けど今日で調整しようかなっていうテンションで、今日はこの究極必殺奥義セブンの鶏胸肉とブロッコリーを食べていきます。これとあとスープ飲もうかなって感じなんですけど、ここで調整することによって1キロ痩せたってことにしておいてほしいです。大丈夫ですよね。0.2 キロぐらいは誤差っていうお話ですよね。まあ、というわけで今回はまあ結果としては気分上々じゃないわ、まあ、合格ラインぐらいかなっていう感じで終わらせていただきたいと思います。まあ、今回は緩やかに健康第一、心の健康も体の健康も第一というわけで、あ、そう、普通に週 3,4 ぐらいで運動はしてるのでそれも込みなんです。だ今回のテーマは健康ということなんで、今初めて言ったけど多分ストレスフリーが一番、また取ると思うんで、その時は食事も運動ももっとガツガツやりたいかもっていうテンションではいます。というわけで今回も見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。